さあ作戦は、まあフワライドのさっき PP 切れがまずかった。待てよ、ヤギに電流走る。ちゃんとビーダルが初手のミカルゲの技を回避できれば問題ねえ。あくび決めた後回避できれば大丈夫。立木さんボイス言うんだろうな、だがダメって。さあここでしっかり倒しに行くぞチャンピオン。新大地方の歴史にビッパの名を刻もう。まあシャドーボールぐらい食らったとて痛くもかゆくも強いな。なんじゃそれ。いや運ゲーにかけよう。ここで小さくなるを積むことで回避できるという可能性にかけよう。避けてくれよフワライド。よしたここでとりあえずバトンをパスする。もちろんバトンの相手はうちのエース、秘伝ネズミ。しか普通に秘伝ネズミレベルで負けてるからね。レベルで負けてんのに頑張ってんの褒めてみんな。レベル負けてんのにこんなに頑張ってるネズミを褒めてあげて。で、あくび決める。ここで避けろよ。避ける。さすがに回避率よ8段階上昇だからな、今な。さすがに負けねえぜ。で、これで舞を重ねていく。避けろ、よし来た。よし来た。ここでもう一丁舞うことで回避率攻撃ともに8段階上昇、最強のビッパ爆弾でもって。ここで手を抜いてはいけない。ここはチャンピオン手を抜くべきではない。俺はすかさずここで来ました、スピーダー。これで素早ささえも4段階上昇来たね。これはビッパの時代が来てる。これで最強のネズミが爆誕しました。これでもうあとは滝登っときゃ勝てる。さすがのミカルゲもこの滝登りはひとたまに丸まい。ワンパンとはいかねえか。だがしかしそんなもんは当たらねえんだよ。決めちまえ。引っ込めただと、なんだと。ロズレイド、まさかの予想外。でもさすがに落ちるよな。さすがの急所、いいぞいいぞビダル。苦手な相手にもしっかりと勝っていく。ルカリオ甘いな。ルカリオなんかで勝てると思いか。そんなもん波動弾で落ちると思ったか。甘い甘い甘いわ。いいぞ秘伝ネズミ。トリトドンここなんだよな。このトリトドン貯水持ちだったよな確か。この貯水持ちトリトドンを抜くためのギガインパクト。殺せ。強いぞ。この抗体級トリトドンもワンパンしていく。さああとは回避率にかけろ。あとは回避率のもう放電とかどうでもいい、お前そんなもん覚えなくていいわお前。覚えなくていいお前はそんなもん。でまたミカルキが登場していく。まあ一旦動けないこのターン避けちまえ。ここでかわせば俺の勝ち。かわせよかわせよ。やばい耐えろ耐える。よし滝登れ。うわー危ない、うわー危ない。さすがチャンピオン、ただでは死なねえ。よしたあと2匹かミロカロス。この高耐久のミロカロスに対してどこまでビッパがやれるかって感じよね。ギガインパクトがどんだけ通るかだな。いやあくびしとくか。あくびしてもこいつ火炎玉で眠らねえからギガインパクトがどこまで通るか。倒せいけ
落とせ、落ちろ、落ちた最強の最強のミロカロスの耐久力を、さあ来たエース対決舐めてもらっちゃ困るでしろな。お前600族なんか使って恥ずかしくねえのかチャンピオンそんなんで勝って嬉しいかお前は。当たらねえよなここでお前は死ぬんだよガブリアス落ちろ、落ちたよくやったぞミッパ見たかしろなどうだビーダル一匹に無双される気持ちはどうだチャンピオンハハハハ悪かったなシロナ。そうね、最大限力を発揮して冷静な判断で見事勝利した、間違いない、間違いねえその情熱落ち着き2つを合わせ持つ、そうね、俺とビーダルならどこでだってどんなこと乗り越えられる。本当に新しいチャンピオンが誕生しましたさあ信用の歴史にビーダルを刻もう。てかここにさバイオリンマジ何もしてないのに入るんだねうちのバイオリンは何も仕事をしてないのに。いやビーダル無双できたねちゃんと。いやフワライド、お前は間違いなくうちの要だった。そしてビーダル、お前はもう秘伝ネズミという名前を捨てろペンペン、お前はまあまあ頑張った頑張った、うん、リンクも頑張ってくれた。最初のやってあれだもんね、両戦はお前はちょっとまあまあまあ回復要因で頑張ってくれました。チュンコはなんだかんだ頑張ったんじゃないかな。でもね、いや全員が全員頑張ったよ、みんなの力が合わさった結果だこれは。ビーダルがセンターいやビーダルとフワライダー、お前らはセンターになるべきだ。素晴らしい、秘伝ネズミちゃんと秘伝技で勝ってるもんな。素晴らしい戦い見せてくれました。